はいどうもこんにちは、おもちゃんねるんです。さあ今回は、はい、こちら見ていきたいと思います。ガチャガチャコンプがいい。早速ちょっと開けていきますが、今回はね、たまにこうね出てくるんでおなじみだと思うんですけども、ピカッと光るアイスです。さあではね、ちょっとね早速ねブックレットの方ねチェックしていきたいと思いますが、はい、今回はこちらになります。はい、ガチャガチャのねカプセルプラレールのキーホルダーデラックスパート4ですね。今回ラインナップで全5種です。すべてねこれコンプ買いしましたが、車両の内容ねこんな感じになってます。 E235 系山手線、923型ドクターイエロー、700系新幹線、500系新幹線、そして西武鉄道001系ラビュー。まあラビュー入れてきたのってねちょっと思うぐらいなかなか面白いねラインナップになってますね。まあそれ以外も本当素敵なので、ではね早速にちょっと見ていきましょう。まあライト機能付きということなので、今回もどんな感じでピカッと光るのかね非常に楽しみですね。さあそれではね適当にいきます。まずね一つ目登場しました。あ、これは密閉袋。さあそれではねちょっとヒント開けてまいりますが、まず最初は、はい、こちら700系新幹線ですね。てか結構いい感じの形にできてるっぽいですね。あのサイズ感でいうとカプセルプラレールなんですけども、ちょっとね普通にこう走行させて遊ぶやつより一回り大きめになってます。でね作り的には、はい、まずね顔の部分こんな感じですね。なんかこれまでのシリーズよりちょっといい感じでできてません？これで運転席のところのクリアパーツ、あとヘッドライトもここクリアパーツになってますね。なんか造形が本当リアルになった感じがします。で側面ですが、横ははいこんな感じですね。まあしっかり700系のデザインできているんですけども、窓やドア、あとねここのラッピングは全てプリント仕上げですね。非常にねかっこいい、てかなかなかいいね本当ね。で後ろね、はいこちらこんな感じになってて、ここにあの絶縁シートあるんでこれは抜いておきましょう。であとにこれキーホルダーなんで、こんな感じでボールチェーンついてますね。まあお気に入りのねカバンとかにつけておくとね可愛いと思いますね。で反対側のね側面ですが、はいこちら側はこんな感じですね。こちらもねプリントでねデザインなどが再現されてますね。で上から見ると、はい屋根の部分こんな感じですね。こことこもほんとね造形しっかりしてるんで、なかなかいい感じだと思います。でそこははいこんな感じになってて、車輪4つついてるんですけども、こちらはねあの車種と一体型のね成型色になってるんで回転することはないです。であとここにはライトを光らすボタンがありますね。さあでは700系ねどんな感じで光るのかね、ボタン押してみましょう。せーのでポチッと。おーほー、あちょっとねあの明るさ的にはねそんなにめちゃくちゃ明るくないんですけども、これはあれですね、結構なんかこう見た目重視の光り方しますよね。ちょっとこうねボディの材質も分厚いんで、光がちょっと漏れるような感じでもなくね、ちゃんとこう運転席とヘッドライトのとこのみがこのように光るようになってます。いいね、なかなかこれかっこいい。で形もほんとね素敵な仕上がりになってたんで、今回からちょっとクオリティが上がったかなみたいな印象です。ということでね、まず一つ目の車両はですね、まあこれ先日引退しちゃいましたが700系新幹線でした。さあではね他のねカプセルどんどん見ていきましょう。じゃあ続いてどれ行こうかな、黄色行こうか。もうこれはドクターイエローですね。ではでは開けていきます。はい、ドクターイエローはどんな感じかな。ではではこちらもね袋開けていきましょう。形的には700系とどうやら同じっぽい感じもするんですけど、さあどうでしょうか。あ、でもちょっと違うのかな、あ一緒かラッピングやカラーの違いっぽいですね。ちょっと比べてみていきますが、はい、運転席のところと、あとヘッドライトのねクリアパーツなどの形も全く同じですね。でドクターイエローなんで、もちろんこれねボディ色は黄色となっております。こことかの黒色のね、まあ、プリント塗装で再現されてますね。で側面ですね、はい横見てみると、はいこのようになっておりまして、あいいですね、ここのねこう細かいところとかもこうプリントでできてて、あとこれ先頭車なんで1号車のね文字もちゃんと入ってる。うん、なかなかいい感じだと思いますよ、かっこいいですね。で後ろね連結部ですけども、はいこんな感じで、こちらには絶縁シートがあるんで抜いておきましょう。おー抜けなかった抜いておきましょう。でもちろんこちらもボールチェーンがついてます。で反対側のね側面ですが、はいこんな感じのデザイン、こちらもねしっかりと再現されてますね。で上から見ると、はいこうなってて、あここは白の塗装ちゃんと塗り分けされてる、結構細かいですよね。でそこははいこのようになっております。でこちらもね、まあ光り方多分同じだと思うんですけども、ではでは光らせてみましょう。いきますよ、3、2、1、スイッチオン。はいこんな感じになります。光の種類はもう本当にさっきの700系と同じですね。電球の色とかも全く同じだと思います。
いいですね、この2台揃うとはなかなかかっこいい絵になるね。はい、ということでね、2つ目黄色のカプセルからは923型ドクターイエローでした。これもね、ほんとね、形とか雰囲気よくできててね、かっこいい車両でした。ではね、次行ってみましょう。次どれ行きます？じゃあ緑行こうか。これ山手線っぽいもんね。よしよしよし、どっから行けよどっから行けよじゃないわ、ここからだ。さあでは参ります。緑のカプセルポン、お、山手線。これもなかなかいい感じでできてるっぽいんで、さあでは出てまいりましょう。よいしょ、ではでは行きますね。あ、いい、おっとっとっと危ない危ない、側面のいい感じね、これね。さあではね、ぐるっと見ていきますが、はい、まずね、顔の部分こんな感じですね。あ、デザインね、ほんとちゃんとよくできてますね、雰囲気出てる。でここね、ちゃんとあの山手線山手ラインとね、文字も書いてますね。でクリアパーツはこれ運転席のところと、あと上のここのライトの部分ですね、この3箇所がクリアパーツになってます。で側面のデザインですが、はい、横はこうなっております。はい、この面はね、山手線も同じくドアやラッピングなど全てねプリントで再現されてますが、まあこれも本当にいい感じで可愛らしいですよね。で後ろの部分はこうなってて、こちらに絶縁シーターで、ボールチェーンももちろんついてると。で反対のね側面ですが、はい、こうなっておりまして、こちら側もねしっかりとラッピングなどがプリントで再現されてます。ここに、あ、ちゃんと JR の文字とか入ってて可愛いですね。で屋根の部分ですが、はい、こうなっておりまして、ここ結構あの造形細かいんで嬉しいですね。このね室外機のね細かいねこの感じとか非常にねよくできてると思います。うん、なかなか見応えがありますねこれはね。で底の部分ですが、はい、こうなってて、まあ、こちらももちろんあの車輪は回らないですね。でこちらにライト点灯用のボタンがあります。さあそれではね、山手線も光らせてみましょう。参ります。3、2、1、ゴー。ピカッと、おー、あ、これもなかなか渋い光り方するねこれね。光量は、うん、そんなにないですけど、こう見栄え重視かな、本当に今回のこのシリーズは見栄え重視かもしれませんね。なかなかかっこいいですね。うん、素敵なね光を放ってくれます。ということで、はい、こちらね3つ目ですがね、 E235系の山手線でした。おなじみのね車両がね、可愛いねキーホルダーになってます。さあそれではね、続いてのカプセル行ってみましょう。じゃあ次残り2つですけども、500系行くか、あとこれラビュー行くか。ラビューねちょっと面白そうなんで、ちょっと最後の楽しみに撮っていきましょう。じゃあよし、この青いカプセルとかね、500系行きましょう。さあさあ、では500系もね、なんだかんだって言ってね、かっこいいんでね、非常に楽しみな車両ですね。このシリーズでキティちゃんとかエヴァとか出してくれないかな。さすがにそれは難しすぎるんでしょうか。さあそれではこちらもね、よいしょ、袋を開けていきましょう。500系、ああいいね、これもなかなかいい感じの形にできてます。さあそれではね、ぐるっと見ていきたいと思いますが、はい、まずね顔の部分こんな感じになってますね。このね丸みのあるね、この運転席のところとか本当によくできててかっこいいですね。で窓パーツも結構ね細かく作られてて、ここのね、これは何箇所だ、 1,2,3,4 箇所になるのかな。ここがもし区切られてるなら4箇所になってると思いますね。おそらくここが光ります。で本当ね、このねブルーとか、あとこの G のグレーのカラーですね、本当にあの雰囲気すごいですね、いい感じです。で側面横のデザインはこうなってて、この車両もねもちろん全てねプリント仕上げなんですが、本当ねここ JR500 のロゴとかね、これちゃんと入ってるんで、これは嬉しいですね。であと窓やドア、ラッピングなどもしっかりと再現されてる。あと下の部分もちゃんとできてますよね。で後ろの部分ですが、はい、こうなってて、絶縁シート抜いておきまして、もちろんこちらにもボールチェーンがついてます。で反対側のね側面ですが、こちら側もデザインね全てプリントですが、かっこいい仕上がりですね。いいね500系、本当にかっこいいですねこれね、めちゃめちゃ雰囲気出てますね。で屋根の部分ですが、はい、こうなっておりまして、ここの形もしっかりと作られてます。でそこは、はい、このようになっておりまして、ここの仕様は他の車両と同じですね。ここにね点灯用のボタンがあります。さあそれではね、こちらもね光らしてみましょう。ではでは参ります。3、2、1、ゴー。おお、いいねいいねいいね、これもなかなかねかっこいい光が放たれてますね。あ、ちゃんとこうワイパーのところとかもね、ほらちゃんと作られてるのがね、光を放つとよくわかりますね、細かいね。うん、いやなかなかねかっこいい感じのね出来になってました。はい、ということでね、4つ目ブルーのカプセルからは500系新幹線でした。いや素敵なね仕上がりになってました。ではでは続いてラストを楽しみにね撮っておきました。ラビュー行きましょうか。
まあボディカラーに合わせたね、ちょっとこうグレーっぽいカプセルで、では開けていきましょう。ラビューもね、結構まあ特殊な形してるんでね、どんな感じになってるんでしょうか。おー、なるほどね。それではね、開けていきますか。参りましょう。このラインナップにラビューを入れてくるっていうのがなかなかちょっと面白いですよね。あ、いい感じじゃないの。さあ、それではね、見ていきたいと思いますが、まあなんといってもね、ラビューね、この特徴のあるフロントのマスクのこのボディラインというか丸みですね。本当によくできてますね。可愛いですね。まあ本当によくできてて、ここね、丸型のね、ここクリアパーツなんですけども、ワイパーとか、あとね、口のところ、ちゃんとね、いろいろで塗り分けされてますね。まあ後でここがね、全面ピカッと光るものだと思います。で、連結パーツもね、ちゃんと作られてると。で、側面ですね。はい、横の面、まあここはまあ結構シンプルには見えるんですけども、こんな感じで、まあ窓などは全てプリントで再現と。で、ベースのカラーはシルバーなんですが、なかなか光を放ってて高級感はありますね。で、後ろの部分、はい、こうなってて、もちろんこちらにもね、絶縁シートあるんで抜いておきます。で、ボールチェーンもこちらもね、ちゃんとついてますね。で、反対側のね、側面ですが、はい、こうなっておりまして、こちら側もね、シンプルながらプリントで再現されてます。で、上ですね、屋根の部分ですけども、ラビューもね、なかなかね、しっかりとできてますよね。室外機のこのファンのところかな、この網目とかもね、細かく作り込みされてて、非常に見栄えはいいかなと思います。で、外の部分ですが、はい、こうなっていて、こちらは他のシャルと構造一緒ですね。こちらにね、ライト点灯のボタンがあります。さあ、ではね、ラビューもね、光らせてみましょう。3、2、1、5。おー、あー、なんか、あ、でも一緒か。ちょっとね、暗めのしっとりしたこうね、光かなと思ったんですけども、ライトの光源自体は同じっぽいですね。あ、この角度いいね。なんかね、いい感じの光に見える。いやー、なかなか、ラビューもね、素敵な感じになっておりました。かっこいいですね。形とか本当によくできてたと思います。まあ、ということでね、ラスト5つ目ですね。なかなか本当にいい感じの仕上がりでした。西武鉄道001系ラビューでした。はい、ということで、今回はね、ガチャガチャのね、カプセルプラレールのキーホルダーデラックスパート4ですね。こちら全5種をね、見ていきましたが、さあ、皆様ね、いかがだったでしょうか。まあ、今回もね、なんか無難なラインナップといった感じですかね。ちょっとラビューはね、これチャレンジしてきたかな、みたいな感じではいるんですけども、まあね、普通に700系とかね、ここちょっと 700S とかにしてほしかったり気もするんですが、まあ、あとドクターイエローに山手線に500系にラビューと。まあ本当にね、どれもね、人気のあるね、車両ばかりでした。まあ個人的にはね、このキーホルダーシリーズでね、なんかこう、そろそろ阪急とかね、まあもうすでに発売されてるのはね、ちょっとまだ持ってないんで、まあそういったシリーズもね、出てほしいですし、あと京阪とかね、本当関西にちなんだ車両とかもね、いろいろとね、登場してほしいですね。まあ皆さんもね、地元のね、車両とかね、いつかね、採用されるとね、本当にね、テンション上がると思うんで、まあそれもね、ぜひね、宝富さんね、頑張ってください。まあとにもかくにもね、今回もね、なかなかね、素敵なラインナップになってるんで、まあもし気になった方はね、まあ、街中でね、ガチャガチャの方で見かけたらね、ぜひね、一度ね、回してみてください。キーホルダーとしてはね、なかなかね、可愛い車両になってるんで、電車好きの方にはね、おすすめです。まあということでね、はい、今回はね、この後にしていきたいと思います。おもチャンネルのタルでした。皆様のね、チャンネル登録やコメント評価どんどんお待ちしてますので、よろしくお願いいたします。あとツイッターやね、インスタグラムつんで、そちらのフォローの方もね、ぜひよろしくお願いいたします。では今回も最後までご覧いただきまして本当にありがとうございました。またね、他の動画でぜひお会いいたしましょう。ではでは、ごきげんよう。さよなら、バイバイ。